台中一中街に来ている松。まあ、このターコーってのも続けてきて結構いろいろ、なんとかな、ターコー自体がちょっと一般名詞化されてるっていう、これは嬉しいことだよね。だからこの一般の人が大口で食べて似たようなものを写真で撮ったりとか映像で撮ってみたりして、まあ、これが家族の記念ビデオになってね、うん、でみんなで楽しむみたいな、これは結構やっぱ嬉しいことだし、この番組やったまあ目的の一つというのね、うん、視聴者の人にこう楽しんでもらうというかな、ああエンジョイしてもらうというのはすごくいいよね。老板シャーベイマンチードチャーチーズ、いいかいいかいい。サーベイマンを注文した松。台湾でこれを食べるのは2回目、おそらく中東から入ってきたものと思われます。夜市でも多く見かけるようになりました。鶏肉のものを注文しましたが、果たして味の方はどうでしょうか。これはね、サーウェイマン、前どこで食べたかな、あれはね、どこだっけ、どっかこうね切り落として食べるような、2回目やな。お、うん、ここのものはパンがすごく柔らかいで、玉ねぎがなんかシャキシャキ言うんだよね。と鶏肉もね、なんとかすごいこうあっさりして、ソースも、うん、ちょうどいい。あ、ここうまいな。ああ思わず大絶賛の松。鶏肉がいいね、この、うん、肉のね、うまみ、肉汁が出てくるわけじゃないんだけど、肉のうまみがすごい広がって、キャベツと鶏肉の風味がね、もう、あ、これは、あ、サウイマって2回目だけど、うわあ、これはいけるな。ああ非常に気に入ったという松。夢中でかぶりついていきます。一个红炸红炸冰啊，你是学生？学生啊，学生，辛苦辛苦。ホンチャーピンが出てきました。ホンチャーピンってなんか紅茶のかき氷かシャーベットかなと思ったら、普通に紅茶に氷が入ってるというね、頼んでないんだけど大きいのが出てきた。まあ砂糖入れた紅茶だな。それ以外のこうなんとかコメントのしようがないというまあ紅茶だから、あ、まあ夜市でこう食べた後にいいかなという感じで、まあ特にそれ以上のことは特に何もないというのがあるね。まあまあまあ紅茶紅茶ですよ、うん、とりあえず喉の渇きを潤します。食べ歩きを続ける松。続いてはこちらの店。中老新新、いいかいいか。じっくりと熱を加えている様子。中老新品、豚肉と牛肉ね、どっちか選べるんだけど、豚肉の方選んで、結構時間かかったね。編集上はまあある程度落としていくけど、10分ぐらいかかったのかな、すぐ買えるもんだと思ったけどね。ようやく出てきた中老のもの。意外とかかった。うわうわ、すごい、これ玉ねぎとその豚肉の肉汁が
すごいなこれ。噛んだ瞬間、うわーって入ってきたね、肉がね、肉の汁がね。待った甲斐がありました。とにかく肉汁の旨味と玉ねぎの甘さが絶妙の一品。うん、もうこの旨味を何と表現したらいいのかね。甘いというのも甘いんだよね。玉ねぎの甘みもあるし、豚肉の甘みもあるし、皮がね、多分皮からもこう甘みが出てるというか、なんかそれぞれのこう、うん、甘いっていうとちょっと砂糖の甘さとかそういうものじゃなくてね、なんか自然のそれぞれのこう素材の甘みっていうかね、そういう感じよね。あ、客が多い理由もよくわかります。あふれる肉汁がシャツにつかないように気をつけて食べます。だからまあグルメ番組といえばそうなんだろうけど、なんかそうではなくて、こう普通の人の生活に入っていって、なんとかフィットしていくっていうかね、なんかこう生活の一部になっていくっていうのはすごくなんとかね、まあ番組やっててよかったなというふうに思うしね。松の台湾大口食べ歩き、今回もさまざまな場所を食べ歩きました。次回はどんな旅になるのやら。